Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm going to prepare a special lunch, the Moroccan cuisine for my guest, Samurai Muslim. Okay, Bismillah. Now I'm going to put the olive oil. モロッコ料理食べたことないんですけど、ガチで。何も知らないです。今から何が起こるのかもわからない。タジーンって言って。タジーン。これは何ですか？これはヒンディーンウルドゥジーラ。ジーラ。これはムスリムにとってすごく重要なスパイスです。そうなんですか。どこでもイスラムの国はこのインドネシアはあるかな。いい匂いする。なんか嗅いだことあるような。むしろムスリムの子からこんな匂いがします。あ、そう。ムスリムの人間の匂い。わかります？そうそうそう。ムスリムの匂いがする。玉ねぎ。しかもなんか、切り方が独特。こんな切り方してる人初めて見ましたけど。あの、日本まな板ですけどね。まあ、これ、あの、僕がいたモロッコの結構昔なんで、はい、キッチンとかないんですよ。そう、でもイスラムってミニマリズムに通じるとかありません？簡素で、質素で。私、モデストで。モデストで。うん、モハマド様の部屋とか、なんか再現されてるの見たことありません？ないです、ないです。ないですか？うん、あの、モハマド様の部屋の動画でとか、想像であるんですけど、もうめっちゃシンプルですよね。へぇ、そうなんですか。いいっすね、それは。なんか、だから、わびさびにも通じません？あ、それね、感じたことあるかも、でも。だって、モスクとかもほら、絢爛豪華っていうか、うん、キラキラしてるかもしれないけど、祈ってるのは、いわばただの壁じゃないですか。うん。向かってるの。まあ、なんか、すごい装飾があるとか、ちょっとキリストの装飾とかとは全然違うじゃないですか。そうですよね。うん、何聞いても、出てくる。いや、でも僕、インドネシアについては本当にムチェンペイとか。名前を知ってるんですか？テンペイ。全然有名。テンペイ美味しい。マリネ、オーレディマリネーズフィッシュ。フィッシュタジンです。Because fish is halal. Japan, surrounding Japan, everywhere can get a fish. So already marinated with spices. 普段はムスリムというか、ムスリムの国の料理食べたりするんですか？でも朝は必ずパキスタンチャイですね。へぇ、パキスタンチャイ。はい、これもモロッコの人が同じようにやっとったんですか？そうそう。Cooking? I feel like very like Islamic style.イスラム料理してるだけでもイスラム感じるってのは日本人だから、うん、回収したから感じれることの一つかなって思うんですよ。かもしれないですね。だって生まれてムスリムの人は料理は料理じゃないですか。当たり前だもんね。日本人ってちょっと良かったなというか、毎回毎回イスラム感じれるポイントがある。また綺麗に盛り付けしますよね、これね。そうなんですよ。結構僕日本でも結婚する前とかムスリムの人と、うん、一緒に仕事してたから、ほぼ一緒に暮らしてたみたいな。もう自分の体はだいぶ染みついてますね。お腹減ってきました、この入会で。結構時間かかるよこれ。いいですよ全然。今日本に住んでてムスリムとの交流とかって盛んにあるんですか？あ、モスクはね、まあ平均1ヶ月1回とか1ヶ月2回、うん、金曜礼拝、はいはいはい、行くぐらいです。あそこに友達がいたりするんですね。そうそうそう。家の近くにはモスクあるんですか？ギュジャミンなんですよね、一番近いのが。めっちゃいいじゃないですか。いやでも30、40分くらいかかる。ああ、ちょっとしますね、じゃあ。車だったら30分ですけどね。でも東京ジャミンも素晴らしいですよ、本当。あ、そうですか。友達できる。友達できる？東京ダミーで会った友達多いですよ。マジですか？うん、そうそう。めっちゃいいですね。だから、モスクは友達作りの場所でもある。大塚にもモスクあるんですけど、はい。あそこも偉いっすよね。あの、地震の時に東北に支援のカレー部隊を派遣したりとか。そうなんですか。うん、素敵。感動したわ、私。それ素敵ね。さすがムスリムだよ。いやー。見返りを求めないっていうのは一つ素敵なところですよね。そう、現世だもん、見返りはいいんですよね。うん。来世だよ。そう。イシャーンが。そう、イシャーン。素敵、めっちゃ素敵。ここに天使が乗っててくれる。書いてるかな。個人の友達にインタビューしたら、はいはいはい、私もおばあちゃんにそれ言われたくしてた。日本のおばあちゃんに天にそれをね、あの、うん、告げに行って、でちゃんと記録されてて、おうおう、 で残ってる人がその間にまた何かしないかちゃんと見守ってる、見張ってるというか、おうおう、そしてまた帰ってきてっていうのは常にどちらかがいるから、おうおう、悪いことできませんよみたいなことをおばあちゃんに言われて、じゃんそれイスラムだよ。同じじゃん。とか言って素敵。YouTube のサブスクライバーとかも頑張れよとか言って応援してくれる。
世界中に仲間たちがいるんで。そこ孤独じゃないよね。孤独じゃない全然、まあ、今イスラムの国もほら分けられて、例えば国によっての価値観もやっぱちょっと違うと思うし、でもやっぱりここらにも僕の好きな章句で、私もビハバリラヒワラタファラコ Hold firmly the Allah's rope shall not be divided。 ラの絆をしっかり握って分裂してはいけませんみたいな節があるんですけどね。国のアイデンティティ出すとやっぱキリないですよね。日本人のアイデンティティ、韓国人のアイデンティティ、パキスタン、インディア、インドネシアとか、うん、やっぱりイスラム一つだから、ウンマ一つだとじゃないですか、うん、一つのつながりですよね。すごく思います。分ければ喧嘩になるんですよ。分けるほどルールができちゃうから、それぞれの独自ので、民族も違うし、言葉も違うし、うん、そう民族じゃないじゃん。イスラムはパキスタンにの人に与えられたわけじゃない、サウディの人でものためだけでもないし、うん、クルドの人でもないし、うん、人間のものだから、そういう普遍性素晴らしいなと思います。うん、そうですね。一個の共通項としてあるじゃないですか。で、人間と人間がやっぱ仲良くなれる一つ の、 あのきっかけだと思うんで、イスラムはね、タッサラーもライクムですから。平和を得るためにはどうしても戦いを肯定するわけじゃないんですけど、嫌をなく戦わざるを得ない状況っていうのはやっぱりあると思うんですよね。この防衛手段としてのこの戦いってあるじゃないですか、うん、めっちゃわかりますよ。まあ綺麗事じゃない現実を受け入れたイスラムのあり方も すごいなと思って、うんうんうん、なんか平和平和だ平和だ平和だだけってそれじゃ終わんないじゃないですか、人間の世の中って。いや本当そうですね。どうしても話しても納得できない、言葉も全く通用しないような人間になっちゃう人っているじゃないですか、うんうんうん、でそういうのもひっくるめたイスラムなんだなって思います。綺麗事もだけ言わないみたいな、うん、サラムだけじゃない、サラムを得るためには、うん、僕らがどうしてもこれ剣を取らざるを得ないような状況もあるんだなって、うんうん、あのモハンマド様の伝記とか見てすごい感じますね、うん。それは僕も友達と喋ったことがありますか、はい、もし翔太の家に泥棒が入ってきて、うん、で子供と妻を殺そうとしてきたら、うん、どうするって聞かれたことがあって、うんうんうん、平和ではありたいでしょって言ったんですけど、うんうん、やっぱり守らないといけない存在があるじゃないですか、うんうん、妻と子供と、うんうん、でそうなった時にはやっぱり泥棒を追い返したりとか、うん、守るために剣を持たないといけない、うん、そして追い返すなり防衛手段として戦わないといけない、うん、でもそれは決して僕らが暴力をしたくてしてるわけじゃなくて、やらざるを得ない時っていうのは存在するわけですよ、うん、だから平和っていうのは、攻撃しないとか他人に対して優しくするっていうのも平和だけど、平和を守るための剣っていうのも必要な時はありますよね。現実的だと思いますね。すごく思います。そういった意味でインドネシアって、インドネシアにイスラムが浸透していった時って、うん、そう結構時間かかったんですよね。で時間何百年も時間かけて、でも強力な軍隊をイスラムの軍国が、うん、送って、うん、軍事的に支配はしてないんですよね。へ、こういったこうカンバセーションとか、うん、まあ、結婚とか、うん、交易とかを通して、うん、だんだんイスラムが浸透していって、うん、だから大きな紛争とか、うん、なしにインドネシアってイスラムを受け入れて、それで世界で一番のイスラムの国になったんですよね。すごくないですか、これは。すごっ。だからアジアでイスラムが受け入れられた最高の例、インドネシアすごいなと思って、だから僕も日本もそういう可能性、全然不可能じゃない。そうそう、まあ、時間かけてね、うん、だから僕ら生きてる間に無理かもしれないですよ、うんうん、でもいいじゃないですか、ワンステップワンステップで、うん、僕の多分ネクストジェネレーションネクストジェネレーションみたいな感じで、バトンをつないでいくことが一番大事ですから。そうですよね。そのために僕らができることはきっとあると思います。そうですね、はい、いや頑張りましょう。頑張りましょう。Allah, oh Allah, protecting me, guiding meWallahu Allah, from beholding your beauty, Wallahu Allah.
Facebook。